はい、しゅです。今日はですね、まあブロッコリーをしっかり食べましょうって話なんですけども、まあブロッコリーってのはね、油中の野菜なんですけども、まあキャベツとかチンゲンサイとかケールの仲間ですよね。まあそういった油中の野菜とともに、まあいわゆる緑色の歯の野菜え、小松菜とかほうれん草とかですね、まあそういった野菜っていうのはですね、まあ体にいいっていうのはなんとなく認識できると思うんですけれども、まあ栄養価も高いし、それから食物繊維も当然あるし、それからカロリーが低いのでね、 まあ、ダイエットの時も食べられている、よく食べられているものだと思いますが、まあ、そもそもそういったですね、刃物の野菜とか、緑の野菜っていうのは、心臓のね、健康を守って、それから、まあ、いくつかの癌のリスクを減らすようなんていう研究結果が報告されてるんですね。それから、まあ、認知機能の低下をですね、抑えるなんていう効果も報告されていたりします。ただですね、この、まあ、緑の野菜っていうのは、それ以外にもですね、健康効果があるよって話をちょっとしたいんですね。で、今ですね、世の中では、 抗成物質を使うことによるそのリスクですね。それは、 えー、性菌といってですね、抗生物が効きにくい菌が増えているってことが一つの問題になっているんですね。まあ、抗生物質っていうのは、当然、細菌とか、それからまあ、ウイルスとかにも使いますし、抗ウイルス剤ですね。それから、抗気性中薬、抗心菌薬みたいな、そういったですね、微生物に対する薬全般のことをここでは言いますけれども、そういった抗菌性の物質っていうのはですね、まあ、感染症の治療に非常に重要なんですね。で、それが効きにくくなるってことは、すなわち、もう治療ができないってことになってしまうので、まあ、医療の現場では非常に深刻な問題になっているわけです。 ただですね、まあ、医療現場以外でも、例えば養殖の現場であったりだと、ね、畜産の現場であったり、そういったところで抗生物質ってめちゃめちゃ使われてるんですね。ですので、その耐性菌というのは、まあ、そこらかしこにいる状態。WHO もですね、まあ、コロナ感染症などともに、世界のです、ね、10個の公衆衛生上の脅威の中に一つに、このただで耐性菌というのを入れているんですね。 で、こういった抗菌薬が効かないような微生物が増えるとですね、まあますますこう治療ができなくなるし、抵抗力が落ちた瞬間にですね、そういったのがこう悪さをし始めるわけです。ですので、こういったその多剤耐性菌に対する治療としてのですね、もう代替療法ですね、民間の治療っていうのが非常に重要になってくるんですね。 で、その中でですね、実はこのブロッコリー、ケール、フォーレンソー、カリフラーなどのですね、まあ、油中の野菜によく含まれている、まあ、インドール酸カルビノールという物質があるんですけども、このインドール酸カルビノールという物質はですね、胃の中でですね、消化されるときにですね、DIM という物質になるんですね。まあ、ちょっと、まあ、名前難しいので覚えなくていいんですけど、まあ、そういった物質になると。 まあ、ブロッコリーとか、ケイとか、ほうれん草とかね、そういったものに含まれている物質が、胃の中で作られる物質が DIM という物質なんですが、まあ、この DIM という物質は何ですかっていうと、これまではですね、例えば、まあ、甲状腺疾患とか、それから乳がんの患者さんのですね、まあ、女性ホルモンの代謝ですね、エストロジェント女性ホルモンの代謝をですね、改善する効果とか、えー、報告されているし、あとはですね、研究室では乳がんの細胞を抑えたりする効果とかいうのも報告されているんですけども、えー、この DIM という物質がですね、実は、 えー、抗菌ということに関して非常に重要な役割を果たすということが分かったということですね。まあ、今年2022年に報告されているものなんですけども、えー、DIM というものがですね、特にこう、病原性の細菌を作るですね、バイオフィルムというものを破壊するということが分かりました。バイオフィルムっていうのは、えー、細菌とかですね、細菌の作るその物質ですね、まあ、多糖類っていうもので、こう、塊になった物質なんですけども、こういった塊になったものっていうのはですね、 まあ、免疫とかですね、それから抗菌剤とか届けにくい形になってしまうと。まあ、そうなるとですね、細菌がどん,どんどん繁殖していくんですね。まあ、かりやすいのは、えー、思考プラークですね。 口の中で作られているバイオフィルムって歯垢プラークなんですけども、歯垢プラークがあるとですね、まあ、病になりやすいってことをよく言われているので、歯科でね、こうやってこう掃除してもらったりすると思うんですが、このバイオフィルムっていうのはですね、一旦できてしまう、プラークが一旦できてしまうと、まあ、歯磨きしたりだとか、薬使ってもなかなかですね、えー、溶けてくれないんですね。それぐらい強力な物質なんですね。そういったものが、実は腸の中でもですね、悪玉菌が寄せ集まるとですね、作っている状況があるんですけども、バイオフィルムを作るような細菌が増えてしまうことによって、 えー、まぁ、あ、悪玉菌が増殖したことによる腸のトラブルっていうのがやっぱり起きやすいわけなんですね。実験ではですね、まあ、緑膿菌とかアシネットバクターとかセラチアとかね、そういったそのグラム陰性菌って言われる菌なんですけど、あまり馴染みがないかもしれませんが、えー、これらの菌はですね、バイオフィルムを作って抗生物質に対して非常に高い抵抗性を示す菌なんですね。えー、臨床の現場、医療現場で,ですね、これらの菌が感染症を起こしたときは、かなりこう重症になってくるということがわかっています。 そしてこの DIM という物質がですね、実はですね、これらの細菌を作る、えー、バイオフィルムをですね、80%を壊してくれるよってことが分かったってことなんですね。緑膿菌とかアシナトバクターっていうのはですね、本当に臨床の現場では感染症、特にあの排血症を起こした時にはですね、重篤なあの疾患を起こすわけなんですけども、えー、実際ですね、えー、豚の傷でそれを確認したという研究結果も一緒に報告されています。まあ、要は豚の皮膚にですね、傷をつけるんですけれども、その傷にこう緑膿菌という菌を感染させるんですね。でその時 ににままあ当然傷ののとところにバイオフィルムが形成されるのででで、まあ、抗菌薬かかかか塗っっててもなかなななすすね届かなくなってしまうわけです結構傷にですね、昔抗生物質を塗ったりとかあのしてたんですけども、それでって全く効果がないっていうことがう分かってんすその原因はですね、そのバイオフィルムというのが作られるからなんですね。実際研究でもですね、ゲンタマイシンという抗生物質をですね、その傷に塗りたくってもですね、えー、全然傷の総称治癒っていうね、傷の治るスピードが変わらなかったと、ほっといたのと同じだったんですね。 だから、抗生物質を塗ってもですね、何もしなくても、治るまでの期間は全く一緒だった。それに対して、DIM っていう物質をですね、一緒にその抗生物質のクリームと一緒に混ぜると、緑の菌の作ったバイオフィルムが破壊されることによって、傷がですね、格段に早く治ったってことなんですね。すなわち、バイオフィルムを破壊することによって、悪玉菌がですね、早く除去されて、そして、傷の治りが良くなったということなんですね。 このバイオフィルムが破壊されることによってですね、単純にですね、免疫の細胞も働きやすくなるということになるわけですえ。僕たちはですね、普段腸の中に何気なく菌を飼ってるわけなんですけども、その中でやっぱりですね、悪玉菌って言われるものはですね、まあバイオフィルムを形成しやすいんですね。 そして、えー、強力にですね、免疫から逃れて、住み着いている状態になっているわけです。で、免疫がですね、しっかり働くようになるために、そのバイオフィルムを破壊する必要があるんですけども、その時に、その油中の野菜っていうのが非常に役に立つってことなんですね。ですので、まあ、キャベツとかブロッコリーとかハリフラワーとかね、それからまあ、チンゲン菜などの油中の野菜とか、それからですね、小松菜とかほうれん草みたいな、 えー、緑の葉物野菜をしっかり取ることによって、えー、腸の環境をですね、良くするのを手助けし,してくれるってことですね、ぜひ覚えておいてほしいんですね。まあ、なるべく腸の中の環境をですね、えー、善玉菌の比率を高く、悪玉菌の比率を低くしておくためには、やっぱりですね、悪玉菌を効率的にですね、排除できるようにならなきゃいけないんですね。まあ、リュクノ菌とかセラチアだけではなくて、黄色ブドウ菌って言われるものであったりだとか、えー、クレブシエラって言われるものであったりだとか、人間にとってですね、一歩間違うと害になるような菌っていうのは、まあ、量を制限しなければいけないと。そのためにはですね、まあ ししっかかりと免疫が働く形ににておなないでいけないのでけ、まあののそためにこののの油中の野野菜菜とかね緑の葉物野菜が役に立つよっていう話です、まあ、こういった知識をね、少し覚えておくと、あ、ブロッコリー食べなきゃなとか思うかもしれないなと思ってぜ,ぜひ紹介しておきたかったんですけれども、まあ、どんな形であれね、あの1週間の中でたくさんの種類の野菜を取るってことをね、意識してもらう。その時に緑のものとか、それから黄色のものとか、オレンジのものとかね、いろんなものをね、摂取するように心がけてください。 今日の話の役に立ったよってという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。